D-2 はアメリカ海軍の潜水艦、D 級潜水艦の2番艦。当初の艦名はグレーリングであった。グレーリングは1908年4月16日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー船所で寄港する。1909年6月16日に CH ボールズによって浸水し、1909年11月23日に 艦長を応援ヒル隊員の指揮下収益する。グレーリングは1911年11月17日に D-2 と解明された。D-2 は大西洋水雷艦隊に加わり、第三潜水艦隊の機関となる。大西洋岸沿いに潜水、水雷及び各種の実験訓練を行った。1915年5月5日から5月18日まで。 ニューヨークのノースリバーで行われた大統領による関越式に参加している。第一次世界大戦中に d マイナスにはコネチカット州ニューロンドンで訓練を呼び実験任務に従事した。1919年9月9日にフィラデルフィア海軍造船所で予備役となるが1921年7月15日に最終駅し通常任務に復帰した。 その後フィラデルフィア海軍造船所に牽任され、1922年1月18日に退役。船体は1922年9月25日に売却された。ありがとうございます。